こんにちは。こんにちは。なんかの今回なんとついに買っちゃいました原木。あ、原木。原木買っちゃいました。上から2段の上を ずっとある。あこれね1万。住所見える。モンハンやモンハン。モンハン肉1万円ぐらいしたから8000円とかしたと思います。でこれこういうのもついてきたんだけど。パパ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 パワー！できたー！完成なんか。それでは食べていきたいと思います。はい。これ黒いとことか大丈夫なんですかね。カビじゃないのかな。見ていきましょう。はい。無臭だ。匂いが少ない無臭だ。下の方だね。わーお。完成お。これで置くみたいね。めっちゃぬるぬるしてる。ぬるぬるよね。ここに置いていいんですか。いいよ。これでこれで閉める。あ、そういうこと。じゃあはい。お、いいじゃん、いいじゃん、固定された。おー、よーし、じゃあサムネ撮ろう、キムくん。はーい。サムネ撮ったやつ。佐々木さん、朝日さん、佐々木さん佐々木さん、朝日さんってコンビなのかな。コンビの方かな。佐々木さん出なかった。さあ、それではちょっととりあえず今回は生ハムの味見だけでいってみましょうか、はい、さあ、じゃあ早速やっていきましょう。手がぬるぬる。どうするんだろう。お皿中にスライスする感じかな。なんか薄く切ってあれじゃダメなのかな。皮むきとか。あ、むかせ太郎。むかせ太郎良さそうだ。むかせ太郎が一回やってみようか。むかせ太郎でいきます。はい。ダメや。いくよ。はい。わーい。わー、そう。わーい。まだハムじゃないね、ここは。多分ここは食べれないと思う。ちょっとお皿あるね。薄くしてますもんね、でも。もっと固定できるぞ、これ。まだハムっぽくないね。まだ油。いつハムになるんだろう。普通にハムになるか、サムにだよね。どうした？いや、不調ですか？いや、好調やろ。どう考えても。これ好調なんですか？どう考えても絶好調やろ。うわ、危ないって。うわ、危ないって。まだ食えるとこまで決めやって。めっちゃ大変これ今。マジか。これ難しい。むずいね。あ、ちょっとやっぱ下が。もうここら辺からいいんじゃない。いくよ、ついに第1弾。もう多分いいと思う。いくよ。はい。ここから食べる分。はい。さあ、ラーハム。どうやって作った。生ハムです。チン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 。食べれない。はい。これ食べれるんですかね。じゃあ3人で食べてみよう。ちょっとつまんでみますか。さあ、生ハム。生ハムちゃん。原木から取りました。この黒い部分まで食っていきます。ほら。わー、いいね。シチューやスープの具材として。うまそう。おはあ。じゃあ次回なんかやってみよう。そうですね。サラダとかさ。今回はもう単体で。単体で食べてみるだけ。うん、さあ、それでは生ハムの原木から取れた生ハム食べていきましょう。胸押ししも。わ、やった、いただきますわ。よいしょ、おりょ。さぞうまいんでしょう。いただきます。いただきます。いただきます。噛み切れない。あ、うん、おいしい。おいしい、めっちゃうまい。めっちゃうまい。もっと薄くしないといけないんだ。買った。いや、めっちゃうまい。めっちゃ薄くしないといけないんだね。マジ、うん、味、こう、コーラが合いそう。
ジュースかい。や、うまい。あるんだ。うまい。うまっ。これサラダに入れたら濃厚やろ。やっぱこの白い部分は脂肪だ。味がない。じゃあこれで、はい、今後いろんな料理をしていきましょう。はい、ってことで、生ハムの原木買っちゃったでした。はい、ありがとうございました。